はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回はハーツオブアイアン4太陽国プレイ続きをやっていきたいと思います。まあ前回内戦が起きてしまったので、今回はその内戦をね集結させようということで、軍を送り込んでいくわけなんですが、まずはこの第一自動車化大隊と、この第一強襲歩兵大隊、これをハートヤイに送っていきますというところはすでに指示を出していますので、早速時間を進めていきましょう。まずは何事もなくというかね、しっかり内戦を終結させて元の領土を確保するっていうのをね最優先にやっていきましょう。本当であれば、ここにある中華帝国ですね、ここを押さえておきたかったんですが、内戦が起きてしまった以上は内戦の終結を最優先にしていきましょう。ここばっかりはどうしようもないところにはなってしまうのでね。戦力的には味方の方が当然優位には進むかなとは思うんですが、どうしてもねイギリスとかに介入の隙を与えたくないなというところもあるので、そのあたりは見極めながらやっていきましょう。このマレー半島をしっかり奪還して勢力を回復すると同時に、できればねその分裂したタイの方が、今でいうここはイギリス領マラヤの方まで進行していってくれると、それを奪取しやすい状態ができるので、よく言えば領土を若干ではあるものの広げるチャンスにはなりますよね。今だとこういう形でタイが、イギリス領に迫っていて、シンガポールの方までずっと勢力を伸ばしていっているところを我々が北からぐーっと押し下げていっているので、これがうまくはまればシンガポールの方までタイの領土を一気に拡大できるチャンスはあるので、そこをね狙っていきましょう。ここまで来てしまった以上は。で、中国方面の戦闘に関しては、軍は進めてはいるんですが、どうしてもね、遅い足かつ避ける軍勢兵力も限られてはくるので、ここはねイギリス軍フランス軍の協力を得ながらじわじわと重慶に迫っていきましょう。で、問題はねここ重慶を取った後に中華帝国がおそらくこっちの方首都を移転してくるんじゃないかなと思うんで、その場合にね追撃できるように一部の軍をこちらの方に割いていっているという状況で、すでに進出が始まっていますね。お、民衆による選挙の要望か。さて、どうしようかな。鎮圧するか、民衆の声に耳を貸すか。ここは分裂が起きてしまった以上は政治力を使ってしまったといえども、民衆の声に耳を貸しましょう。
何名がレジスタンスに占拠されている。いやー、いろいろと問題起きるな。まあ、とはいえね、ここは何名に軍を送るしかないので、軍に送っていきましょうか。ただ何年に送るにも今軍勢が近くに全くないな。どうするかな。何年に軍を送る余力が正直ないという状況なので、どこの、あとどれくらいの軍を送り込めば済むのかっていうのが、レジスタンスの暗躍もね、日本の支援があるんじゃないかってちょっと疑っちゃいますけどね。やっぱりイギリス軍が勢力を盛り返してくるよな。そりゃそうだよね。この対分裂した隊の片割れは戦力的には我々と同じ装備品しか持っていないので、決して強い軍ではないですからね。ただじわりじわりと勢力を伸ばしていってるけど、イギリスも同じぐらいの勢いで中国大陸で力を伸ばしてますね。まあさすがイギリスというところかな。あとなぜかデンマーク、さらにはアメリカ、中華帝国もまだ健在といえば健在だしね。これでもちょっともたもたしてると本当にイギリスが大半を支配するという、なんとも悲しい結果になりそうなんで、少しでも早く軍を動かしていきたいですね。このイギリス、デンマーク、フランス、アメリカによるこの中国大陸の争奪戦に遅れを取るわけにはいかないんですが、この内戦勃発のタイミングが悪かったな。戦力の大半をこのマレー半島に送らなきゃいけなくなってしまった関係上、中国大陸での軍事行動がだいぶ制限されてしまいますよね。こうやって見るとでも本当に中国大陸ものすごい数の軍が動いていて、それも多国籍にわたるっていう何ともな状況ですね。まあ、それを抑える力はもう日本は当然ないにせよ、枢軸国側ではない。
まあ、ここまで躍進しただけでもね、褒めてあげなきゃいけないのかもしれないんですが、どうしてもここで足が止まっちゃうんだよね。対共和国軍の方ですね、分裂した共和国軍の方がここに前線を敷いている関係上、ここでどうしても膠着状態に陥ってますね。ここが突破できればだいぶサクサクと先に進めていけそうな気配はあるんですが、今ちょっとその状況がないので、もしかしたらシンガポールの方、イギリス軍の方が先に対共和国軍を制圧するかもしれないですね。いや、こうやって見るとでも対応かなりいびつな形になってるから、どうしてもここにいる重慶の中華帝国は取りたいですね。でぐーっと行って中国大陸の南は占拠できるような形を取っていきたいな。どうしてもイギリス、アメリカ、フランス、この辺りが軍事力としては圧倒的なものがありますからね。すいません、まだね若干花粉が残ってるんですよ。だいぶねマシにはなってきたんですけど、でこれ師団数とか見ておくと、やっぱりイギリス軍223に対してラッタの行進、まあ我々は71師団と、まあ戦力的には3分の1以下ですよね。さらにイギリスに関して言うと、イギリス領インド200師団、フランスも100師団超えで、オランダ領インドということで、オランダも合わせれば150師団以上にはなりますね。デンマークは大した師団数はないものの、なぜか中国大陸でかなりの活躍を見せていますと。でやっぱりアメリカだよね、436師団誇ってますけど、まあこのアメリカ、ソビエトによる二大大国、してるなぁ。ここが突破できないとちょっと先に進めないんですけどね。でもこうやって見ると軍の数だけは揃ってるんで、あとはもう本当に突破できるかできないかというところですよね。包囲できればいいんですが、そしたらちょっとここに来てようやくという形にはなりますが、前線を敷いて、いよいよ進行をかけていきましょうか。
まあ、反包囲体制は敷きつつあるので、ここを本当に突破できるかできないかというところで、この後のマレー半島の進撃スピードが変わってくるかなというところですね。どうしてもタイはね、海軍空軍が弱いんで、陸軍による電撃作戦に頼らざるを得ないというところがちょっと苦しいところにはなりますね。兵員奏者の3がもうすぐ完成かな。そうすると次に進んでいく感じになりますね。兵員奏者の3の次となると、兵員奏者はここで一旦終了になるので、この次になるとどこに進むかだな。またレジスタンス、すっかり忘れてたけど、何年がレジスタンスにそういえば占拠されてるんだったな。兵役回避のイベントをすっかり忘れてたな。お、イランが降伏して、これでスージク国側がまた一つ国を減らす形になりましたか。まあ、ただこれは逆にソ連がさらに大きくした形で、蒙古の降伏はアメリカに、まあそれぞれ勢力を拡大させるという結果になりましたね。ただ我々もちょっと前線を押し上げられたのかな。まあほぼほぼこのまま順調にいけば、マレー半島でタイが領有していた場所に関してはそのまま奪還はできそうですね。まあ内戦によるダメージはかなり大きいですが、どうしようかな。建造系先に進める。そうすると ここはじゃあ建造の研究を先に進めていきましょう。ハートヤイまで何としてもイギリス軍より先にたどり着きたいけど、イギリス軍の方がやっぱり
強力ですからね、軍としては。さっさと、そしてこの何年の鎮圧に向かいたいんですけどね。いやでもこうやって見ると本当にタイめちゃくちゃでかくなってるからな、まあ、もちろんイギリス、アメリカ、フランス、まあ、ソ連には遠く及ばないものの、もともとのタイの領土を考えると、まあ、2倍以上3倍近くにはなってるんじゃないかなというと彼ので、本当にこのまま大きくして列強入りを目指したいですよね。でそのためには内戦の終結なんですが、ハート山でなんとか先にたどり着けそうかなという感じかな。で重慶にもだいぶ迫ってきてはいるので、あとは今日本の領土があるのがここ主戦で合ってるかな、この主戦に軍を進めていきましょう。まあ、イギリスのこの戦車が来てますけど、これがやっぱり大きいのかな。これを見てるとタイ共和国軍と我々ってまあ元々内戦状態に陥ったタイミングで軍が半分に分割されている中、時間も経っていないのでタイ共和国軍の装備っていうのはまあ我々と多分全く同じだと思うんですけど、そう考えるとこのイギリスの戦車部隊に歯が立たないっていうのを見てると何とも言えない気持ちにはなりますね。今イギリスとガチンコで殴り合ったら同じことが起きますからね。ハート街の占領部でもう一歩まで来てるので、満州が降伏か、イギリスが制圧した形になってますね。
10系までもう一歩まで迫ってるね。このまま10系まで進めればいいかな。で、内戦の方はもう一歩っていうところでちょっと足が止まっちゃってるんだよな。おっと、ちょっと待ってね。ここで一度止まってるね。ついに戦争が終結したんだな。どうしようかな。ここで戦勝ポイントを使って1194だよね。とはいえもう俺たち我々に何ができるのかって話だよな。もう何も残ってない説があるな。これ見るとパッと見何も残ってないですよね。まあこの程度の戦争の貢献度では何もできないということか。残念だな。本当はね、もうちょっとこれを機に勢力を拡大したかったんだけど、これを見ると何とも言えない悲しい結末になりそうだな。まあただね、大軍としてはその存在を十分に保持できたんじゃないかなというふうには思いますけど。これで戦争は終結というところですね。まあ大尉としては何も得るものはなかったに等しいですが、まあそうは言っても初めて勝ったといえば勝ったのかな、戦争にね。ここまでいくつかプレイをしてきましたけど、戦勝ポイントを獲得できたことはなかったので初めてですね。で、まあちょっとこの後をね見ていきますが、日本はそのまま日本を確保はしていて、大陸に一部領土を獲得してますね。敗戦したものので、アメリカもイギリスもそれなりの領土をこの中国大陸に持っているというところかな。特にアメリカなんかはねがっちり取ってますね。その割フランスがちょっとあれなのかな。ちょっと微妙なのかなって感じはしますけど、まあ戦勝ポイントでいうとやっぱりソ連、アメリカ、まあ、この辺りですかね。この戦争の勝者は。はい、というところでちょっと夢は見れたものの、残念ながら、まあ、タイとしてはこれを機に一気に勢力を急拡大させるというのは叶いませんでしたね。では、今回で、このタイ
プレイは終了していきたいと思いますので、また違う、発動バイアン方のプレイで応援していただければ嬉しいなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。